午前立花は、水木か水木属午前立花亜族の多年層である。高さ55センチメートル。葉は2枚の大西洋と液性の単枝に2個ずつ葉が、月、計6枚の輪生に見える。花の咲く株は、葉が6枚にまで成長したものである。夏季は6、8月。花は4枚の白い双方に囲まれ、花水木や山帽子に似ている。花は、秋に花水に似て、 直径5、6ミリメートルで赤い。和妙の御前立花は白山の最高峰御前盆に由来している。学名はスウェーデンの植物学者であるカール・フォン・リンネが命名した。北海道、本州、四国に分布し、赤黄山帯、鉱山帯の新葉樹林芸や林園に生育する。愛媛県では石月山系と赤石山系に分布し難原となっている。 国外では北東アジア、北米に分布する。基準標本はカナダのもの。日本の3都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。環境省としてのレッドリストの指定はない。環境省により中部山岳国立公園、南アルプス国立公園、白山国立公園などで自然公園指定植物となっている。エゾ午前立花は北海道の根室、釧路、 北見地方の山地帯に生える多年層。北半球の寒地にも分布する。葉は林生せずに耐性する。環境省のレッドリストの純絶滅危惧種に指定されている。倉庫体数は約1000。平均減少率は約50%。減少の主要因が湿地の開発と土地造成であると推定されている。ありがとうございます。